なるほどね。澤口さんは、3年後にとそれに特化するっていうことかな。ああ、ここね、ああ私もねこの辺危ないんじゃないかと思うんですよ。なぜ危ないと思いました？他のものがまだいっぱいあるのにそれに特化してそればかりやっていくことに力入れすぎるのかな、どうなのかなと。なるほどね。いや私はね、それもそうかもしれませんが、その企業一つのこの会社の中でいろんな他にもやれることがあるのにこの事業だけに特化しているのかということもありますよね。私ね、なぜこのですか事業に特化することが危ないのは、この事業がダメになったときどうするんだよっていう話ですよね。そのダメになるような要件が出てきたらと、出てくるんじゃないかと思うからなんですよ。要するにね、要は空気が抜けなきゃいいわけでしょ。空気が抜けなきゃ。そうね、例えば他のやり方でね、例えば中にゴムみたいなのを入れちゃって、でこう圧力は全く普通のタイヤと変わりないんだけれど、中に例えば、別の素材でもってゴムかなんかでもって中に入ってて、